な。ここってあの虹色の枝が見せてくれた。レ間違いあるまい。さあ六つの。これは西の端。いよいよ命の大樹へのお目通りが。これが大樹の魂。なんという大きさなのかしら。世界中の命がパンパンに詰まってるからな。これぐらいでかくないと収まらないんだ。こうしてそばで見ているとちょっぴり怖いわね。いや、何これ、ビリビって弾かれたわ。やはり勇者の紋章を携えた者しか大樹の魂。そしてあれこそ闇の力を払う者、おそらく勇者の剣である。さあ大樹の魂の中にある勇者の剣を手に入れ。お主ならばあれを手に。
てめえ、ホメロス、いつの間についてきやがった。まったく鈍いネズミどもだ。誰一人として尾行に気づかないとはな。今のは？はしたない真似をされるな、マルティナ姫。あなたが何をされようと、私に危害を加えることはできない。なんて強さ。さあ、喜びに震えるがいい。貴様たちは悪魔の子よ。悪魔の子と手を結びし者どもよ。この命の大樹を。ここで果てるがいい。集中して。どれどれ。てめえ。はあ。我が力に震えよ。うん。あの真っ黒いオーラのせいで。ちっとも歯が立たねえ。うわ、その異様なまでの力、まさか、まさかを。の魂か。これさえあれば世界をどうすることも。待て、ホメロス。王よ、見ていましたか、今の戦いを。私たちは随分長い間大きな勘違いをしていたのかもしれん。ホメロス、何故に魂を。もはや弁明などさせぬ。
ホメロスよ、王の御前で成敗してくれ。うん、今までご苦労だったな、グレイグ。およ、これは一体。そしてホメロス、よくぞ勇者を仕留めた。おお、なんとありがた。我が主君。お前がウルノーが、まさか王に取り付いて。今こそ我が主。これが勇者の力。これさえあれば。これが勇者の剣だが、我は魔王なり。勇者の剣が魔王の剣に。生命の根源、大樹の魂、その力、我がもらった。命の大蛇が。このままだと世界が。
母さん。さてはエマちゃんとケン。だってエマが僕の頭を叩いたんだ。ちょっとふざけてルキに眉毛を描いただけなのに。うん？笑い事じゃないんだ。見てよ、大きなタン。それで、あんたはやり返したの？うん、いいかい、これからも同じようなことはきっとある。だから、今から言うことを覚えておいて。どんなに嫌なことがあっても、苦しいことをされても、ただやり返すのはかっこ悪いこと。僕はエマと仲直りしたいんだ。まずはきちんとお話をするのさ。その人が何を感じ、それからあとはとっても簡単。笑って握手をするだけさ。さすがあんた。おやすみなさい、おか。おやすみ。何も怖がることはないさ。おやすみ、おやすみ、体重の子らよ。し、光の巫女が目を覚まし。闇を張る勇者はみいえ、魔王様、世界中どこを探しても勇者。そうか、死んだか。この世界我のもの。ついに魔王が動き出し、ロトゼタシアは絶望の闇に包まれた。世界の各地からかすかな、されど闇に抗うように輝く、この光は一体。何がどうなったの？ここは一体。私まだ生き。シルビア姉さん、しっかりしてください姉さん。姉さん、シルビア姉さん、ここにいたんで。え、ええ、ちょっと深呼吸をしたくて、船室でじっとしていると嫌な。元気を出してください。シルビア姉さんの悲しそうな。あの日、魔王ウルノーガの凄まじい力の前になすすべもなく、でも
私はまだ生きていて、目を覚ましたら世界は闇に。アリスちゃん、私不安でしか。助かったのは私だけで、みんなはもういないんじゃないかって。姉さん、あの人たちは、姉さんの仲間は、魔王なんかにやられちまうようなやわな人たちなんでですか？皆さんを信じてやれるのは、一緒に旅をして世界のために戦ってきたシルビア姉さんだけなんでがす。ありがとう、アリスちゃん。私がこうして生きているんだもの、みんなもどこかで生きているかもしれない。いつまでもメソメソしていられない。あの子たちに会った時恥ずかしくないように私頑張らなきゃ。それでこそシルビア姉さんだ。そうと決まれば行動あるのみよ。まずは近くの町へ船を止めて、世界の、こんな暗い世界だからこそ私たちにしか。ここから一番近い町といえば港町ダーハル。あら、ちょうど。それじゃあダーハルーネの町を目指。ガッテン。